今日はホンダエイプのマフラーのね取り付けボルト、スタッドボルトが折れてしまったので、こちらを今ついてるナット、この半分ぐらいね折れちゃったんですけど、それをまあネジアームがちょっと生きてたんで、トーミーのネジをねつけて、そこの真ん中をねちょっと溶接して、まあ抜いていこうと思います。はい、じゃあ溶接していきます。これで溶接されたので工具がね使えるようになる。それではここでネジを回していきたいと思います。こんな感じでね、溶接ねされて、中のスタッドボルトとこのネジがね入ったと思います。これで回せるようになりました。スタッドボルトが折れた方はねこんな感じで、ちょっと頭がね残ってればいいんですけど、残ってたこういうやり方もやってみてください感じで、ネジが取れました。ね、溶接されてますね。で、まあ普通にスタッドボルトでもいいですし、長さが合えば、こんぐらいに頭が入るようなネジがあれば普通にボルトでいいと思います。以上です。